それでは安保選手のインタビュー始めます。まずは試合直後の感想をお願いします。はい、最初から言ってたね、ノエリ選手が KO で勝てなかった選手に、自分が KO で勝つっていうのを、1ラウンド KO で有言実行できて、すごい良かったと思います。試合前と後での対戦相手の印象はいかがですか？別に特に変わらないです。はい、ありがとうございます。プレスの方から質問ありますでしょうか？はい、お願いします。試合内容については言うことなしって感じですか？いや、そんなことないですね。もっと、課題は正直ありますね。何とは言わないですけど、もっと練習したことがじゃあ全部出したかったらそうでもなかったなっていう、倒し急ぎすぎた部分もありましたね。一回ダウン取ってから、もうちょっと様子見てもよかったかなっていうふうには思います。改めてなんですけど、今のノエリ選手のマイクにはどう思い？ムカつきますよね、普通に。僕は日本人興味ないんでとか言ってましたけど、そもそも KO で勝てなかった選手は俺 KO で倒しますし、そこで俺有言実行してるんで、前回トーナメントで3試合戦った後の決勝で、別にトーナメントだから負けたって俺は言い訳しないですけど、無様の姿見せたって、別にその3ラウンド途中まで俺は勝ってたと思ってるんで、ね、だからそのワンマッチになった時に、今すぐやって勝てるかって 100% の自信があるとは言えないですよ。ただ、俺は年内に挑戦させてくださいって言ってるんで、そこで興味ないっていうのは、正直俺に対しての逃げかなっていうふうに俺は今聞き取りましたね。だから逃げさせないです。俺は有言実行したんで、これはやって当然かなっていうふうに思ってるんで、必ず今年やります。その目を向けさせるのに必要なものって何だと思います？なんすかその、ノエリ選手の目を自分に向けさせるのに必要なものって、いや別にもう全部揃ってるでしょ。ありがとうございます。お願いします。ではこれから、ノエリ選手と戦って勝てるっていう、こう確信が持てるためには、これからの試合でこう何を作っていきたいみたいなのを考えてありますか？試合でですか？練習でも含めて今年中にっていう、その期間でこうどんな風に強くなっていきたい？たくさんありますけどね。一つ言うなら体圧ですかね。体の圧を、あの選手の一番の武器はやっぱり体圧なんで、みんな結構技を強いって思いがちなんですけど、対峙した時の圧の強さ、前に階級が何階級も上の選手がいるような感覚になるんで、そこが彼の一番の武器なんで、そこは自分自身、もっと伸ばしていけるし、あの選手には伸びないといけない部分だと思ってるんで、そこですね。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にカメラに向かってファンの方にメッセージをお願いします。K-1 でずっと言ってるノエリ選手、チャンピオンを倒すって言ってるんですけど、本人は、ね、俺のことは眼中にないみたいな感じでしたけど、俺は今年必ず、みんなもね、まだ早いとか、もう一回やっても倒されるとか思ってると思うんですけど、俺必ずやるんで、その試合期待していただければと思います。ありがとうございました。